よろしくお願いします。さあ、この時間はですね、ボードパークステージオープニングのコーナーということで、今日のイベント情報を皆さんにお伝えしています。はい、Mスプラッシュからもメンバーが1名登場します。早速呼んじゃいましょうか。はい、登場しましょう。では今日はMスプラッシュからアスカ、どうぞ。はい、皆さんではお願いします。はい、お願いします。はい、Mスプラッシュ4年目のアスカです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。紹介なんですが、サブリーダーからリーダーへの紹介になりますが、最終戦登場にふさわしい誇れる我らが頼れるリーダーと聞いています、しっかりしてるし優しい、そしてこれ独特なんですけど、はい、Mスプラッシュの中でも1、2を争うぐらい爪の形が綺麗と言ってました。はい、そんなまなみからの紹介コメントを聞いてどうですか。はい、本当なんか頼れるリーダーと言ってもらえて本当に本当に嬉しい限りですね。出た、本当に本当に本当にわざと言ってね、本当に本当に嬉しい限りです。はい、そんなアスカですが、先日ね、スペシャルステージの時にちょっとご挨拶をねしてもらったんですけども、なんかそれについてちょっと裏話があるからね、なんか聞いたよ。そうですね、はい、こうやっぱリーダーになって挨拶する機会っていうのが増えて、はい、でこの間のスペシャルステージでも挨拶させてもらったんですけども、はい、こう気持ちが入りすぎて、入りすぎて、本当にという言葉をちょっと連発しすぎてしまいまして、聞いたよって方、はい、スペシャルステージのご挨拶聞いてましたよって方、マリってあんなにそんな本当にって連発するだっけ。いや、なんか私も全然気づいてなかったんですけど、なんか途中から後ろから本当にとかめっちゃ言われてて、聞こえてて、で、あれって気づいた時に、確かにめっちゃ言ってるなって思って我に返ったんだね。そうなんですよ。で、もうステージ終わって、そしたらちょっとミワカ4年目の同期のミワからちょっと連絡が来まして、本当にの数を数えてみたところ、何をやってたのかな、面白いね。何回目だったのかな、見たら27回。27回だったね。そうなんですよ。なんかしっかり正の字で数えてた画像を送られてきて、確かになんか途中から本当に本当にからの本当に本当にとかやってたよね。そうなんですよ。だからね、面白い、そんな裏話があったんですね。ステージの方ではちょっとご挨拶ということで、はい、Mスプラッシュを代表してね、しっかり気持ちを伝えてもらいましたが、はい、こう改めて今シーズン振り返って何かこう思い出深いなんか試合だったりとかイベントだったりとかってありますか。どう。そうですね、この間のそのスペシャルステージのところでもお話しさせていただいたんですけども、やっぱこう2018年のシーズンが始まってから、こう最終戦に来るまでに本当にあっという間、はい、ちょっと大丈夫ですよ。あっという間だなと思っていて、考えると私たち2月の、シーズン始まる前に合宿をそう毎年ね、んですよ。合宿何泊やってるだけ。ですね、年によって違うんですけども、今年は3泊4日、はい、ね、みっちり練習するんだよね。そうなんですよ、朝から夜まで、もうみんなで必死に練習するっていう、ただただ本当にそこからこの最終戦を迎えるまでにこう来ると、もうあそこからもうこんなに日が経ったんだなっていうのが本当に、ありますね。やっぱりこの2018年の Mスプラッシュというこのチームが始まった合宿が今考えるとすごくこう思い出深いというか。そうですね、やっぱりこうみんな成長してきたよね、このシーズン通してね。そうですね、もうそこから始まったんだなっていう気持ちが、ありますね。やっぱりそのね、この合宿を忘れずに今日もきっと最終戦 Mスプラッシュメンバー全員が気合を入れて臨んでいることと思いますが、改めてリーダーのアスカからMスプラッシュを代表して今日のこの最終戦にかける意気込みを聞かせてもらっていいですか。はい、私たちもこの最終戦に向けて本当に今までの感謝の気持ちだったり、いろんな気持ちをこのパフォーマンスに込めて私たちもやっていくので、最終戦ですけども、私たちと一緒にたくさん千葉ロッテマリーンズの熱い応援を今日も一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。では今日は最終戦ですが、たくさんイベントありますので、ここからはアスカと一緒に、今日のイベント情報をお伝えしていきましょう。はい、